アロハ、こんにちは。DJ ソワライツメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。はい、今回もですね、シリーズハッピーラッキーガチャ装備召喚やっていきたいと思います。フィフスアニバーサリーカーニバルですね、カウントダウンガチャ。今回ですね、ファイナルファンタジー11やっていきたいと思うので、毎回恒例、キャラクター紹介いっていきたいと思います。今現時点でね、ファイナルファンタジー11のスタメンですね、まだまだバランスが取れてなくて、シャントットちゃんの覚醒奥義、まあ、シャントットちゃん一強って感じはするんですけど、あやめちゃんもね超絶持ってて、サムライアビは鍛えているので、あやめちゃんもなかなか頑張ってくれるんですけど、チェインとかがないのでね、ちょっと厳しいかなっていうのはあるんですが、あやめちゃんの覚醒奥義ちょっと欲しいところでありますが、ちょっとイレブンパーティー見てみましょうか。メンバー紹介、まずはシャントットちゃんからチェックしていきましょう。シャントットちゃんはほとんど持ってるんじゃないでしょうかね。覚醒持ち、超絶持ち、星5戦技ですね、ある程度持ってると思います。で、一応雷チェーン、旧チェーンですが持ってます。昔はこのチェーンで頑張ってもらいました。レジマテも結構持ってます。あやめちゃんなんですけど、あやめちゃんも結構揃ってるんですけど、覚醒奥義が持ってないので欲しいところですね。マテリアも持ってますね。クリルラ、クリルラ超絶に小持ちなんですよね。他は持ってないですね。マテリアも1個だけ持ってます。ブリッシュちゃん、どんな感じでしょうか。超絶1個、超絶2個持ちじゃないですか。どんな感じでしょうか。モンクアビリティで、次のターン短縮。あ、自身、雷まといた。モンクアビリティ、ダブル。悪くないですね。悪くないですね。むしろ、まあ、いいですね。最悪雷パーティーで組むってなると、ブリッシュちゃん使ってシャントットちゃんチェイン、悪くないんじゃないでしょうかね。ライオンちゃんしてみてみましょう。ライオンちゃん超絶1個持ち。マットウィンは物理攻撃、物理攻撃か。2ターンなし。まあまあって感じですね。アフマフは回復役、超絶1個で頑張ってもらいますね。全体ヘイストと短縮ですね。まあ悪くないですね。サイド、あ、超絶1個持ってるね。なんだこれは、闇ですね。マテリアはなし。リリゼットちゃんはバースト1個持ちですか。お、回復もついてるんですね。リリゼットちゃんはバーストのみ。マテリアはなしですね。はい。ナジャ。ナジャは何も持ってないですね。ナジャコング、なしです。そんな感じですね。強化したいのはどれだろう。やっぱ、あやめちゃんの覚醒奥義点狙い。そんな感じでいきましょうかね。ブリッシュとかもちょっと鍛えられたらいいなとは思いますが、アフマフ、回復系、レギュラーメンバーは、未所持ゲットしていきたいところですね。シリーズハッピーラッキー装備召喚来ました。もちろん今回もミラボを引き寄せていきたいと思います。ファイナルファンタジーレコードキーパー、ファイナルファンタジー11シリーズハッピーラッキーガチャですね。フィフスアニバーサリーカーニバルカウントダウンガチャ、シリーズハッピーラッキー装備召喚。はい、今のところ順調にミラボ引いてるんでね、今回も引き寄せの術使っていきたいと思います。ホロイムはイデオミラボ、ポジティブなことはね、きっとドクターモグに届くと思うので、ここで覚醒奥義あやめちゃん期待カモン、しょぼい覚醒どころか、もうミラボがもう出なくなった。クソ、今出たと思ったんだけどな。変なトンカチ、連続ミラボは終わりで、お、でもニューだ。お、ナジャ地属性だ。ナジャ未所持強化、アザスってことで、今回はナジャですね。ナジャがマテリアゲットしましたね。ナジャ見てみましょうか。ナジャかなかなか使わないでしょう。セット可能アビ、文句、物理攻撃、何を装備するんだろう。アビリティ、ってことはあれなのかな、星6。アビリティ的には血だったら持ってるな。今とい、文句だアビだったら持ってますね。
そんな感じでナジャですね。ナジャちょっと強化できました。未所持から地属性マテリアですね。ミラボ連続出たのがここで止まってしまいましたね。引き寄せられなかったです。代わりに誰か違う方がいいものを引いてくれたらなと思います。さあ、ガチャメロンジャム TV ファンタジーレコードキーパーシーズハッピーラッキー装備召喚ガチャ、今回はこれで終了になります。チャンネル登録してくれるとすごい嬉しいので皆さんよろしくお願いします。 DJ ソーライズでした。サンキューマハロー。